相鉄本田劇場は神奈川県横浜市西区南幸い2-1-22の相鉄ムービルにあった民営の劇場である。本田劇場グループ代表の本田和夫と建物オーナーである相模鉄道の協力により1988年12月に開場した。今年はクリストファー・デュラング作のコメディーベティとブーの結婚。経営は本田劇場グループで 同グループとしては、下北沢以外に展開した初の、また横浜で最初の衝撃上演劇専用劇場として、映画館、商業施設複合ビルである、ムービルの3階に設けられた。同じホンダグループ系列のザスズナリ、駅前劇場に準じた、衝撃上演劇向きに特化した構造、設備を有していた。舞台は、張り出し可能客席は前半分が、 平戸正ドマサジ席、あと半分は固定一席で、全一席時の客席定員数は184である。会館当初は貸し出しを行わずに定型公演のみを行い、都内の小劇場劇団を招聘する形態を取ったが、経営方針の変更や地元劇団及び演劇、関係者の要望により、会場から約2年後に貸し館業務を開始、その後は地元の小劇団も、 公演会場や稽古場として利用するようになった。横浜駅に資金の立地であり、そのアクセスの良さから観客動員が見込めるため、積極的に利用する地元劇団は多い。なお、演劇公演以外にも、落語などの伝統芸能や小規模なライブ、コンサート等が時折開催されていた。劇場スタッフはすべてホンダグループの社員で演劇文化活動を 側面からサポートする姿勢は高く評価されており、毎月1回の割合で開かれている文化交流会横浜演劇サロンには数多くの演劇関係者や演劇ファンが集まり、親睦を深めていた。2014年4月14日の横浜演劇サロンで年内の閉館を発表し、11月26日から30日に上演されたソラリネ15 人魚姫を最後に26年間の営業を終えた。後継は渋谷王グループを運営する渋谷テレビジョンによりイベントスペース横浜王サイトが2015年1月31日にオープンしたが、こちらも2020年8月31日を最後に営業を終了した。ありがとうございます。